敢なる兵士たちよ、今ハイラルは未曾有の危機に直面している。厄災ガノンの復活が予言されてから早数年、神獣を発掘し古代遺物の研究を進めてはいるが、とても十分な備えとは言えぬ。各地で魔物たちがこれまでにないほどの広がりを見せ、このハイラル城にさえ敵の手が迫っておる。まずは平原にはびこる魔物を打ち払い、厄災への備えの新たな一歩とする。震え兵士たちよ、出陣せよ。謎のガーディアン、謎の塔、考えていても全く分かりそうにありません。見事な働きであった。はっ、よかった、あなたも無事だったのですね。はい姫様、ちょうどプラからシーカーストーンを。シーカーストーンに投影されたガーディアンのメッセージ。そこには、自分がゼルダを救うため、厄災のただ中から時間を遡ってきたのだと記されていた。インパは、そのガーディアンと突如平原に出現した塔の調査を、古代遺物の研究者であるプルアとロベリーに依頼することを提案。ハイラル王は彼女の提案を聞き届けた。謎のガーディアンに興味を持ったゼルダは、インパ、そして護衛役としてリンクを連れ、
プルアたちの待つ古代研究所へと向かうが、私を慕ってくれるのでしょう。あなたは何者なの？研究所でロベリーたちに解析してもらわないことには始まりませんね。そうですね、姫様。これには古代エネルギーと未知の技術が使われている。つまりこれはミーの知らない全く新しい方のガーディアンズである。シーカーストーンを含めた古代遺物の力を増幅させる機能はその技術の一端に過ぎません。なるほど。だから私たちまでシーカーストーンの機能を。その上、この中にはウィーらが想像もしないインフォメーション、情報が眠っていたのです。記録されていた写し絵をいくつか取り出してみたよ。これは、うん、まず間違いなく厄災復活直後のハイラル城と言っていいね。内部から情報を取り出したはいいものの、その大部分が破損しており、ですが今後解析を進めればまた何かわかるかもしれません。これが厄災が復活した後のハイラルの姿。こうなってしまったらもうハイラルを救うことなど、これまで考えてきた対策のみでは足りないのでしょうか。もしも厄災を封じることができなければ、いえ、絶対に防がなければ。厄災ガノンを封印するには大魔の剣とハイラルの姫が宿すという封印の力、そして各地で掘り出された四神獣の力が不可欠だった。だが大魔の剣の眠るコログの森は魔物の手に落ち、ハイラルの姫であるゼルダの力も未だ目覚める兆しがない。元凶を憂えたハイラル王は急ぎ
四神獣のクリテを揃えるべくゼルダを使者とし、先の活躍で彼女の騎士に抜擢したリンクと共に各部族から選び出した4人の候補者のもとへ向かわせるのだった。得体の知れぬ異物を連れ歩くつもりか。はい、ブルアやロベリーとも話してその方が良いと。今一度言うておく。夢己が使命を忘れるでないぞ。よいな。自分の役割は分かっています。必ず果たします。ラネール地方、ゾーラの里に暮らすゾーラ族。多種族と比べても非常に長命な水の民である。他者の傷を癒す力を持つゾーラの王女ミファーは、その力を買われ、水の神獣バ・ルッタのクリテに選び出された。ゼルダは使者としてリンクたちと共にゾーラの里へと赴き、ゾーラの王ドレファンに謁見するが。ミファーを神獣のクリテに。はい、ミファーならばきっと大事を成してくれるだろうと王も申しておりました。だが、神獣を操り、厄災を封ずるという大略には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、厄災への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。それは…娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですが、ドレファン様、ご報告が。リンク、また背が伸びたんだ。でも変わらないね。かわいい。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群れが里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。そのシド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない。シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。は
一人で戦うなんて。本当に心配したんだから。でもありがとう。よく頑張ったね、シド。先の襲撃でわしらは薬剤への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても薬剤は決して人ごとではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。そなたが神獣のクリテとなることを認めるぞよ。だが必ず無事に戻ってこい。デスマウンテンの中腹、ゴロンシティに暮らすゴロン族。岩のように強固で巨大な体を有する火山の民である。あらゆる衝撃を防ぐ守りの力を持つゴロンの猛者ダルケルは、その力を買われ炎の神獣バ・ルーダニアのクリテとして選び出された。ゼルダは使者としてリンクたちと共にゴロンシティへ赴き、ダルケルにクリテとなるよう依頼するが、ダルケル様は頼まれたら断らないのが信条だ。喜んでやらせてもらうぜ。だが一つだけ問題が。実は肝心の神獣の方が厄介なことになっててな。今ルーダニアはデスマウンテンの上にある。近頃妙に山の魔物が増えててな、神獣のところに向かうのも一苦労だ。だがまあおめえらなら足手まといにはならねえな。それは…とにかくデスマウンテンに行ってみるとしようぜ。
見るととんでもねえデカさだな。ぶっつけ本番た、腕が鳴るってもんだ。いや、いきなりでも意外となんとかなるもんだな。おめえも大活躍だったな、相棒。で、ルーダニアのクリテの話だが、このダルケル様に任せておけ。ありがとう、ダルケル。どうよ、俺たちで厄災ガノンに一泡吹かせてやろうぜ。おお、そうだ、戦った後は腹が減るだろう。いいもんを用意してやるぜ。俺様とっておきの特上ロース岩だ。うまそうだろう。一緒に食おうぜ、相棒。すまんすまん、姫さんにも用意しとくんだったな。次会った時には最高の岩を用意しておくからよ。ありがとうございます。タバンタ辺境に集落を構えて暮らすリト族、天をかける翼を持ち弓の扱いに長ける空の民である。中でも腕利きと名高い戦士リーバルに、風の神獣バ・メドウのクリテになるよう依頼すべく、ゼルダは使者としてリンクたちと共にリトの村へと向かった。魔物の群れとの遭遇を避け雪原を行く一行だったが、道中急な猛吹雪に襲われてしまう。リンクはゼルダを安全な場所で待たせ周囲の探索に出るが、また来たのか。この僕がいる限り、リトの村には一歩も踏み入らせないよ。ここまでだ。待ってください。事情は分かりました。二人とも無事で本当によかった。ですが、その子と同じ形のガーディアンというのは気にかかりますね、姫様。ええ、もし厄災と何らかの関わりがあるのなら対策を急がなければ。
それで僕の力が必要というんだね。神獣を動かすのにさ。しかし、選ばれたっていう姫好きの騎士がこんなかかしみたいなやつだとはね。なんだよ。どうやら自分も姫様を守る騎士だと言いたいようです。はあ、まったく頼もしい奴らだね。ゲルド地方に集落を構えるゲルド族、女性のみで構成された気高くたくましい砂漠の民である。優れた戦闘能力と雷を操る力を買われ、神獣バ・ナボリスの繰り手に選び出されたゲルドの族長ウルボザは亡きハイラル王妃の親友でもあった。ゼルダはリンクたちと共に使者としてゲルドの町へと赴くが、その道中には意外な展開が待ち受けていた。どうしてゲルド族が私たちを。ウルボザ本人に真意を問いただすより他ありません。ウルボザ。どうして、なぜこんなことを。あんたの命運もここまでさ。ゼルダ姫。慌てて帰ってきてみれば。まさかこんなことになってるとはね。ボザ、大事はないかい、お姫様。様がこんな奴らに、次第もござらぬ。とにかく今は撤退。逃がすか。
こんなところに呼び立ててすまないね。今は町も混乱しているからさ。いいんです、ウルボさん、無理もありません。あんたらもイーガ団のことは知ってるね。厄災ガノンの復活を目論むシーカー族の一派、そんな連中がこのゲルドキャニオンでも幅を利かせてる。私らもいつまでも傍観を決め込んじゃいられない。神獣の繰り手引き受けさせてもらうよ。他でもないあんたの助けになれるってんなら断る理由もないさ。ありがとう、ウルボさん。私もハイラルの姫として果たすべきことを。おひい様、私の力が必要な時にはいつでも言っておくれよ。そうして逃げ帰ってきたというわけか。邪魔さえ入れなけりゃ俺様は。元よりお前たちを期待などしておらぬ。はあ、まあよい。さあ未来を見せたまえ。これこそがあるべき未来の姿。変えることなど許されぬ。こうして四神獣とその繰り手が揃った。時を渡るガーディアンの恩寵か、神獣を操る訓練は順調に進み、魔物に対抗する策の幅は大きな広がりを見せる。ゼルダは神獣の調整や異物の研究のためますます熱心に働くようになったが、その一方で彼女の封印の力は一向に目覚める兆しを見せなかった。お褒めの言葉一つかけてくださらぬとは。いえ、お父様が苛立たれるのも当然です。ですが姫様は。今はやれることをやるしかありません。ミファーとダルケルに明朝立つと伝えておいてください。神獣のところへ行かれるのですね。承知しました。王様がね、力に目覚めないのは修行が足りないからだって。神獣のところへ行ったらまた叱られてしまうかしら。リンク、神獣の調整はまだ完全とは言えません。クリテとの相性をさらに高め、最大限の力を発揮できるようにしなくては。まだ未知の部分が多いですが、ダルケルさん、お願いがあるの。今度、
鍛錬に付き合ってほしいんだ。いざって時のためにもっと強くならないとダメだと思って。いいぜ、お安い御用だ。とはいえ肝心の大麻の剣を持つ騎士様がまだ見つかってねえよな。うん、俺はやっぱリンクのやつが、ん？あなたたちは、こたびこそ消えてもらうでござる。ままならぬものにござるな。未来などたやすく変わる。みんな引くでござる。リンク、そのハイラル王は神獣のクリテたちに初めての命令を授けた。厄災討伐の要たる大麻の剣を振るう騎士を探すため、まず剣の眠るコログの森を解放するよう命じたのである。作戦には4人のクリテたちに加えて神獣の調整のために同行を志願したゼルダと姫好きの騎士であるリンクも参加することとなった。ハイラル王より直々に仰せつかった役目だからね。光栄に思うし全力で臨むつもりだよ。それはいいさ。引っかかっているのはそこじゃない。今回の作戦、どうしてリンクがリーダーってことになってるんだい？誰がリーダーだっていいだろう。力を合わせて頑張ろうぜ。作戦の要となるのは僕の神獣のはずだよね。まったくおかしな話だよ。ま、これで僕らの足を引っ張ろうものなら姫好きの騎士としての面目は丸つぶれだろうな。リーバル、私たちはいつまであんたの愚痴に付き合えばいいんだ？はいはい、それじゃそろそろみんなに見せてあげようか。神獣バメドウの力をね。
来るか。霧が濃いね。なあ、この中を進むのかい？絶対に迷うと思うんだけど。誰かが空から道案内でもしてくれりゃいいんだがな。この霧じゃ空からは何も見えないよ。まったく、君は無茶を言うよね。迷うだけならまだいいさ。どこから何が出てくるか分かったもんじゃない。ええ、いつ何が現れてもいいよ。備えておかな。くれねえか。キュー、ボクちんも帰ろうと思ってたんだけど、森には魔物がいっぱいで帰れないの。静かにしてれば魔物に気づかれることもないと思うけどね。まあ細かいことはいいさ。私らも森に用があるんだ。魔物の相手は任せておくれ。デクノキ様、大事ない。その剣こそ厄災討伐の要たる大魔の剣。主は今剣に選ばれ
厄災を打ち倒す力を得た。ハイラルの姫巫女よ、焦らずともよい。いずれ道は開けよう。はい。すまぬが、わしはしばし眠らねばならぬようだ。今の主らならば、いかなる運命にも打ち勝てよう。ハイラルの新たな未来よ。大麻の騎士の出現を受け、人々が希望と期待に沸く中で、ゼルダは一人、焦燥と不安を感じていた。どれほど修行や研究に励もうと、彼女の憂いは晴れなかった。ある日もまた、神獣のクリテたちと共に異物の調査に赴いたゼルダは、さしたる収穫もなく、ハイラル城への帰路に着くが。どうしたら、このまま私が力に目覚めなければ。その歌、おやすみ。あなたは敵襲だ。リンクはますます強くなった。それに比べて私は。とでも思ってるのかい？このところ魔物が増えているのは、厄災が近いからなのでしょう。もうあまり時がない。なのに力が目覚める兆しすら。お姫様、リンクを見て焦ってんのなら、それは見当違いじゃないかい？リンクはあの剣を手に入れる前と何も変わっちゃいないよ。自分がやれそうなことには何でも挑戦する。考えてるのはきっとそれだけだ。それはあんたも同じはずだよ。そうやってずっと頑張ってきたじゃないか。でも私は。ベクの貴様も言ってただろう、焦らなくていいってさ。大丈夫、あんたは何も間違っちゃいない。自分を信じるんだ。ありがとう、ウルボザ。四神獣のクリテと厄災討伐の要たる大麻の騎士、ハイラル王は五人を集めて英傑の叙任式を執り行う。人々の歓声が上がる中、式はつつがなく終わり、英傑たちは束の間の休息を楽しんでいた。これで
薬剤を封じるための布陣が整いましたね。姫様と共に戦う大魔の騎士と四人の英傑さえいれば必ずや。もう邪魔をしてはダメでしょ。姫様はあなたと違って忙しいのですから。あなたも姫様を思うならもう少し日頃の行動をですね。二人とも喧嘩をしないで。もう姫様がお優しいからといって、まったくあなたというガーディアンは。ねえダルケルさん、この前の話だけど。ああ、鍛えてほしいって話だな。俺はいつでもいいぜ。ありがとう。私ね、もっと強くなって彼を、その、あ、うん、何でもないの。来るな、僕を巻き込むな。喧嘩ならよそでやってくれ。こら、お待ちなさい。おい、よせ。やれやれ。四人の英傑たちが神獣操作の訓練に励む一方、プルアをはじめとする古代遺物の研究者たちはハイラル平原に突如出現した平原の塔の研究を進め、シーカータワーと名付けられたその塔が一機のみならず各地の地中深くに埋没していること、そして地上への出現はハイラル城内の装置によって制御されていることを明らかにする。制御装置を起動させるためにはシーカーストーンをシーカータワーに認証させる必要があると判明し、ゼルダはプルアや英傑たちと共に塔の調査へ赴こうとするが、また遺物の調査か。お父様。そのようなことにかまけている暇があるのか。それは。これは昔、お母様と一緒に出かけた時、見つけた遺物です。きっと何か特別な力を秘めているのだと、お母様とお話ししたのをよく覚えています。けれど結局、使い道はまだ分かっていません。お父様、こういった遺物の謎を解き明かすことが、薬剤に抗うための、それはお前の務めではなかろう。もちろん修行を怠るつもりはありません。けれど私は私にできることを精一杯果たしたいのです。それを逃避に過ぎんと言うておるのだ。こたびは許す。だが、分かっておろうな。で、そのシーカーなんたらっての、
復旧されたらどうなるんだ。ん？我らの居所も手の内も立ちどころに暴かれてしまうそうでござる。ああ居場所がバレちまうってのはまずいか。はっ、では打ってやる。ん？お前たちにも働いてもらおうか。おいスパ、ガノン様からのお達しだぞ。死刑。厄災ガノンの宿りしガーディアン、これさえあれば世界のすべてが手のひらの上。やはり解せぬ厄災ガノンの力、そうやすやすと御せるものでござるか。こうして眺めてみると壮観ですね。ブルは何か分かりましたか？なるほど。へえ、これがシーカーストーンと連動してって。あのブルは、姫様、やっぱりこの塔すごい力を秘めてるみたい。このシーカータワーはもともと厄災の復活を察知するための施設らしくて、端末を通じて塔の周辺情報をシーカーストーンと共有できる。ハイラル中の地形や魔物の動きが瞬時に丸分かりってわけ。要は敵の動きを読んで戦略が立てられるってことかい？その通り。まあ説明するより試した方が早いかもね。各地のシーカータワーを復旧させたことで、ゼルダたちが持つシーカーストーンを介してハイラル各地の情報を瞬時に集められるようになった。プルアは早速その機能を利用してイーガ団や魔物が集結している地点を発見する。ハイラル城への襲撃を未然に防ぐべく、ウルボザが神獣バ・ナボリスを操作し、総統の任に当たることとなった。まったく。いきなり神獣を動かせだなんて無茶言うね。けどちょうどいい訓練になりそうだ。プルアの目論みは的中し、掃討作戦は成功。ゼルダたちはシーカータワーの力を目の当たりにする。バ・ナボリスの活躍によってイーガ団のアジトへと続く道を開いた一行は勢いに乗り
一気に中へと攻め入るのだった。ふん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 、酔っ払わせた。やってくれたじゃねえか。だが俺様は気にしてない。全然気にしてないぞ。なぜだかわかるか？お前らの命運がここまでだから。たぶーん、はい、そいつを思えばうっぷんも晴れるってもんだ。今日ここでイガダン総長コウガ様が全員まとめて消してやる。やっぱり適当なこと言いやがったな。あ、こたびの件はさすがに看過できんでござるな。そうだぞ占い師殿。すべては定めよ、この敗北さえもな。え、あくまでも私と手を切ると言うならば、それは厄災ガノンを敵に回すということ。それでよい。我が体毛のため、イーガダンはなくてはならぬ存在なのだ。厄災復活のため、これからも共に力を尽くそうではないか。シーカータワーね、なかなか役に立つじゃないか。へえ、そうでしょう。それから忘れちゃいけないのが、プルは驚かせないでください。ごめんごめん。でもこの機能は興味深いでしょ。まあ今のところは運べる人数も少ないし、移動先も限られてはいるけど、研究が進めばもっと役立てられるかも。ありがたいことに近頃は研究員の数もだいぶ増やしてもらえたし、私たちでどんどん研究を進めないとね。心強いです。あなたがいればきっと。いえ、頼りにしていますからね、プルア。確かなのだな。はい。つまり次のゼルダの誕生日が厄災復活の日になると。はい、写し絵の解析結果によればですが。時はないか、ゼルダよ。お前は騎士たちと共に勇気の泉へと修行に赴け、何としてでも厄災復活までに力に目覚めるのだ。はい。ガーディアンに残されていた記録から
薬剤ガノンがゼルダの17歳の誕生日に復活すると知ったハイラル王はゼルダに勇気の泉へと修行に向かうよう命じる。ハイラル王もゼルダもそしてハイラルに住まうすべての人々も近づく破滅の足音に焦燥を覚えていた。今の自分にやれることをする。それが無才の姫にできるせめてもの献身だと。そう何度も自分に言い聞かせてきた。けれど異物の研究も力に目覚められなければ徒労に過ぎません。みなそれぞれの役目を果たしているというのに。私だけがいつまでも役に立てていない。姫様、そろそろ一度休みませんか。ほら、私、その…お腹が減ってきました。インパ…ですが、もう余裕は…みんな、無事ですね。よかった。姫様のおかげです。あんな仕掛けに気がつくなんて。いいえ。あなたたちの力があってのことです。いいですか、姫様。はい。姫様は、自分だけが役に立てていないなどとおっしゃいましたが、そんなことはありえません。今もこうして、私たちを救ってくれたじゃありませんか。姫様の研究は絶対に、絶対に徒労などではないんです。ありがとう、インパ。けれど私は己の使命と最後まで戦ってみようと思います。私にはそれしかないのですから。薬剤への対策は順調に進みつつあったが、封印の力は未だ目覚める兆しを見せず、ゼルダは一縷の望みをかけ知恵の泉での修行を決意する。知恵の泉のあるラネールさんは17歳に満たぬ者を知恵なき者として入山を禁じていたため、ゼルダは17歳の誕生日を迎えてすぐに入れるよう準備を進めた。しかし薬剤はゼルダの誕生日に復活してしまう。ハイラル王は民の避難を進め四神獣を配備してゼルダが戻るまで薬剤の被害を食い止める策を講じるが。ついに最後のメモリーのアナライゼーションが終わった。はいはい、もったいぶってないでさっさと見せてくれる。これはそこまでだ。ミートしたことがうかつ。
くの民が私を信じ待ってくれている。これが最後の機会。大丈夫ですよ姫様、知恵の泉ならば必ずやうまくいくはずです。行ってまいります。お父様。シーカーストーン。フルワたちに何か。まさか。さて、グーダニアの持ち場はっと。ありゃまさか。どうしてもう薬剤が。どうやら先手を打たれちまったらしいね。これはまずいんじゃないの。ハイラル城が薬剤の手に落ちたってことは。そなたはハイラルの姫の騎士。すべきことは理解しておろう。お父様、ダメ、離して。私は民も仲間もお父様も私のせいで、どうして目覚めてくれないの。私が今までしてきたことは結局何の役にも。
あれは窓間に合う。できることは残っているはずです。行きましょう。神獣が薬剤ガノンの支柱に落ちる写し絵を見た一行は、救援がまだ間に合うと信じ、英傑たちの元へと急ぐ。ハイラル東部で薬剤ガノンの復活に備えていた神獣バー・ルッタと神獣バー・ルーダニア、その周囲にはすでに魔物が押し寄せていた。神獣の中で待つミファーとダルケルを救うため、リンクたちは敵の中へと切り込んでいくのであった。二度も奪わせはしないぞ。え、シード？俺と同じ力、おめえ一体。姉さん、ルーチャは？おお、待っていたぞ。それじゃ仕切り直しといこうぜ。よし、片付いたな。ありがとな、リンク。さすがは俺の相棒。ユンボーだっけか。おめえもありがとな。俺様一人だったらヤバかったかもしれねえけど、やっぱり不思議。本当にシドなんだよね。ああ、その通りだぞ。まあ未来から来たなんて言っても信じてもらえるかはわからないが
そいつも気になるが、今はもっと大事な話があんだろう。姫さん、ハイラル城で一体何があったんだ。実は突如として神獣の中に現れた助っ人シドとユンボーの力もあり、無事にミファーとダルケルを助け出すことができた。互いの無事を喜び合う和やかな時間もつかの間、ハイラル城が敵の手に落ちたと知ったミファーとシドは、今なお兵士たちが抵抗を続けるアッカレ砦へと救援に向かう。一方でダルケルとユンボーはハイラル城から押し寄せるガーディアンの大軍を迎え撃つべく、再び神獣バールーダニアに乗り込むのだった。ガーディアンが記録していた写し絵には、4体の神獣が薬剤ガノンの力によって支配される様子が映し出されていた。もちろんそこにはハイラル西部で薬剤の復活に備えていた神獣バー・メドウと神獣バー・ナボリスの姿もあった。だがハイラル城でメドウに灯る青い光を見たゼルダたちは、リーバルとウルボザがまだ戦い続けていると信じ、神獣の中で待つ彼らを助け出すべく戦いに臨むのだった。参ったね。今はわらわと共に戦ってください。まったく、なんて動きだ。わらわではやはり力が足りぬのか。いや、お前の踏ん張りで活路が見えてきたよ。
頼みます。はあ、お返し。けど、どうやら僕たちにも風が吹いてきたみたいだよ。さて、まずは礼を言わないとね。ありがとう、助かったよ。フルボさん、それからルージュだったかい。お前がいなけりゃどうなってたか。わらは一人ではとても。みんなの力あってこそ。まあ二人でもなんとかなったけど、いないよりはマシだったんじゃない。英傑様にもこんな一面が。積もる話もあるだろうが、お妃様、ハイラル城で何があったんだい。それが突如として神獣の中に現れた助っ人テバとルージュの力もあり、リンクたちはリーバルとウルボザの救出に成功する。ゼルダからハイラル城が陥落したことを聞かされたリーバルとテバは、城から押し寄せるガーディアンの大軍を迎え撃つべく、再び神獣バー・メドウに乗り込むのだった。それじゃあ、そろそろ見せてあげようか、神獣バメドウの力をね。あの時は誰かに呼ばれた気がした。声の主を探すうち、姉さんが魔物にやられるところが見えた。助けなければと思ったら、いつの間にかルッタの中にいたんだ。あなたの力なのね。ありがとう。さあ、あっかれ取りで急がなくては。どうしたんです？ほら行きましょう。どういうつもりだ。まだわからぬか。奴らは思った以上に力をつけている。故に
お前たちにも最後にもう一働きしてもらおうと思ったまで。コウガサ、お逃げくだされ。できるか。ならば命に代えてもお守りするまででござる。薬剤ガノンに捧げし逃げ、その役目を果たすがよい。絶望的な兵力差ですね。加えて救援も認めないか。メイ、どこも同じ状況だろうな。バ、しかし可能性があるのなら諦めないのが研究者だ。それに救援の可能性、ミーは高いと思っているよ。え、デンレー、西の水場から神獣が。ミーの言った通りだろ。英傑たちは未来から来たという助っ人と力を合わせ、ガーディアンや魔物の群れを打ち払うべく奮闘するが、ハイラルは未だ苦しい戦いのただ中にあった。薬剤復活の際にハイラル城を落ち延びた兵士たちはハイラル東部へと退避。堅牢と名高いアッカレ砦にこもり、砦を囲むガーディアンたちを相手に必死の抵抗を続けていた。彼らを救援するためアッカレ砦へと急ぐリンクたち。神獣バールッタを奪還したミファーはシドと共に先行し、砦への道を切り開くべく敵の包囲網に挑むのだった。行くぞ。砦の周りは任せろ。私たちもすぐに向かうから。姉さん、俺たちも行こう。ええ、それにしてもこんなに立派になったシドと一緒に戦えるなんてね。俺も。さあ、今は戦いに集中しないと。準備できてるよね。もちろんだぞ。一行はミファーたちと力を合わせ砦の奪還に成功する。そこにはイーガ団の手に落ちた研究所から辛くも落ち延びたロベリーの姿もあった。またロベリーと同時にフルアも研究所を脱出し、ハテール地方、ハテノトリデへと向かったという。だがハテノトリデも敵の襲撃を免れてはいなかった。ハテノトリデを救援するためリンクたちはアッカレトリデを立つ。救援作戦の間、ハイラル城から絶えず現れるガーディアンをハイラル平原で押しとどめる役目を買って出たのは。Thank you.
まるで悪夢じゃな。その悪夢を終わらせるのが私たちの役目さ。ですが、あのような数を。お前が助けに来てくれたおかげで私は生きてるし、このナボリスだって動かせる。私たちならやれるさ。わかりました。いい返事だ。それじゃ始めるよ。私の手をしっかり握って。やれるところまでやってやりましょう。さすがはゲルドの場合、たくましいじゃないか。バー・ナボリスを操り、ハイラル城から絶えず押し寄せるガーディアンを掃討する。一方、果ての砦と到達したリンクたちは、ウルボザたちの作った隙をついて砦の包囲網に挑むのだった。貴様らの命運もここまでよ。これは。Nice!
どうかそのままで聞いてください。厄災ガノンが目覚めた今、私たちにはこれまでにない試練が訪れるでしょう。ですが、膝を折ることも絶望する必要もない。立ち向かうのです。このハイラルには大魔の騎士が、神獣と英傑が、そして勇敢なあなた方がいます。みんな私についてきてください。厄災はこの力で私が必ず封じてみせます。さあ、この果ての砦から始めましょう。ハイラルの全ての民を救う戦いを。それで、話というのは？あなたは！ついに封印の力が覚醒したゼルダ、さらには旧敵であったはずのイーガ団までも味方に加え、ハイラルの人々は今一つにまとまろうとしていた。そんな折、果ての砦に急報が飛び込んできた。始まりの大地でハイラルの残存兵が苦戦しているという。ゼルダはすぐに救援に向かおうとするが、みんなまだ戦っている。急がなければ。ですが姫様、遠すぎます。今から向かっても。はいはいはい、そんな皆さんに朗報だよ。あちらをご覧あれ。塔が、あそこの端末から城の制御装置に干渉できないかいろいろと試してたんだよね。それが見事に大成功。シーカータワーは全機再起動したよ。やったね。さあみんな急いでシーカータワーへ。シーカータワーへ？例の移動機能を強化しておいたのさ。強化ってそんな簡単に。それもこれもそいつに内蔵されてた謎の古代技術のおかげ。そういうわけでハイラル各地の塔へ、どこへでも軍勢丸ごと瞬時に移動できるはずだよ。行きましょう。
これのおかげよ。これがわしを救ってくれたのだ。誰かの助けになりたいというお前の心、わしはその心に救われたのだ。真に己の責務から逃避していたのはわしの方だったのかもしれぬ。許せ。そんな、お父様はどんな時も誰より私を思ってくださっていました。これまでお父様が追われてきた重荷をこれからはどうか私にも負わせてください。ゼルダよ、お前はわしの、ハイラルの誇りよ。お前の力があれば厄災を封じることも叶おう。各地に残る全ての戦力をハイラル平原に集結させよう。ゼルダと共にハイラル城を奪還するのだ。恐れることはありません。私たちなら必ず成し遂げられます。そろそろ刻限です。ジェッキーご注目。あとは力を合わせ、ガノンを打ち破るだけだぞ。ようやく僕らの力を見せつけてやる時が来たみたいだね。頼みますよ、リーバル様。よーし、皆の衆、侍が戦闘行くぞ。存分に暴れてやろうぜ。な、ユンボー。ハイゴロ、行くゴロ。そうかんじゃ、こんなことが実現するとは。号令は頼んだよ、お姫様。今こそ厄災ガノンを打ち倒す時。ハイラルにすまう全ての人の力を合わせる時です。私たち一人一人の力でなせることはとても小さいかもしれないけれど、こうして皆で共に戦えば負けることはないと私は信じています。
きましょう。各地で戦いを続けていたハイラルの兵士たちに、ゾーラ族、ゴロン族、リト族、ゲルド族、イーガ団も加わり、戦いうる全ての人々が今ハイラル平原に集結した。彼らを率いるのは四神獣と四人のクリテ、そして大魔の剣を持つリンクと封印の力に目覚めたゼルダ。厄災ガノンを封じ、平和な世界を取り戻すため、人々はゼルダと共にハイラル城へと進軍を開始する。今です。おっしゃー、クライナー行くよ。お願い。ここまで来たか。いまいましいやつらめ。その姿、私が貴様らを消す。それが定めだ。赤い月で復活した魔物の大軍をも退け、ついにハイラル城への道を切り開いたリンクたち。しかし彼らの前に最後の試練が立ちはだかる。ハイラルの未来をかけたリンクたちの戦いはいかなる結末を迎えるのだろうか。なぜだ、厄災ガノンに選ばれしこの私が認めぬ。このような定め認めるぞ。厄災ガノンよ、今すぐにこやつらを喰らいつ。
厄災の復活はすでに予言されておる。ハイラルの姫として修行に励まねばならぬお前にこのような玩具など無用であろう。でも、でも…すまぬ。このハイラルのため傷つき倒れた者のため、そして未来のため、ここで必ず打ち倒します。行きましょう。この戦いに終止符を。頼むぜ相棒。しくじるなよ。
そろそろ黒弦のようじゃな。皆の力となれたこと、わらわは誇りに思います。未来のゲルドも頼んだよ、ルージュ。ありがとな、ユンボウ。短い間だったが楽しかったぜ。僕も一緒に戦えて嬉しかったから。いい経験になりました。英傑様の素顔も拝めましたしね。いつかきっとまた会えるよね。ああ、俺はこれからもずっと姉さんのそばにいるぞ。この奇跡を私は忘れません。あなたたちが共に戦ってくれたこと、決して忘れはしません。あなたたちの生きる未来にも。100年後にも。光がありますように。